ということで今回もやっていきたいと思います。次回ですよ。前回からちょっとだけレベル上げをして、なんかゾーンっていうのができるようになって、なんかテンションみたいな感じかな。あとスキルの振り分けができるようになりました。おー、いいな、村長からうまく地図をもらったようだな。それじゃあお前にいいことを教えてやろう。俺の隣にあるのは馬指の鐘といって、こいつを鳴らせば馬がすぐに駆けつける。馬で移動したい時に鳴らすんだ。道に迷ったら四角ボタンで地図を見るといい。地図を見ている時丸ボタンを押せばさらに詳しい情報がわかるぞ。今俺が言ったことは作戦の中の鳥の心に乗っているからな。忘れてしまったら見てみるといい。ほうほう、四角ボタンで地図が開ける。これね、まるでチーズじゃない、地図メニュー。あ、採取できるものとかなんかいろいろ載っとるね。で、何やったっけ、デルカダ・ダール王国やったっけ。なんかそこへ向かえとなんかそこへ向かえと。めっちゃスライムだらけ、超スライムだらけ。馬で乗り越えていきよったらすごい、なんか橋落ちそうよね、重さで。いけるもんなんか。これは、あ、こっち行けるんか。この辺は一本道なんやね。とりあえず道に迷わずに済みそうな道に迷わずに済みそうな。人かと思った、一瞬人かと思った。これ馬に乗っとる状態で切りつけたりとかできんよね。ズッキーニャ、いつの間にやら馬はどこかに。よーイそしてまたいつの間にやら帰ってくる。あそこになんか門ある。これは、あ、なんか村なんかな。どこかしらに着きました。おい、そこの兄ちゃん、なんだなんだ。お前さん、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。ごねる、この俺がいいことを教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、向こうで夜更けをのんびり楽しむといいぜ。一人って寂しいよね。仲間が増えてきたらなんか楽しそうやけど。何？こんな開けた場所で休んでいて物に襲われないのかって安心しな。あそこに女神像があるだろ。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せ付けないんだ。それだけじゃね、あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり毒の治療をしてくれたりするんだぜ。あ、ってことはセーブできるってこと。ここで、まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをお勧めするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制する者は旅を制すってな。お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここで一戦待ってるからよ。お、優しい優しい。で、何、どれ、キャンプ、あれか、焚き火跡。じゃあ焚き火の跡の近くには必ず女神像があるってことかな。キャンプします。何をしますか。女神像に祈る。どこからともなく声が聞こえる。神に導かれし迷える子羊よ、ようこそ我が主の庭へ。ご用は何でしょう。あるじかなでは神の前にこれまでの行いを告白し、冒険の書に記録するとよいでしょう。なんか横におじさんおるんやけど、あれ誰あれは誰一体。なんかいつの間にか現れたけど、道具屋か何か。そんなものまであるの、キャンプ。神様はいつも私たちを守っていてくださいます。またおいでなさい。ほら、この人、お、旅の行商人。ほら、やっぱり。しかし特に何もないんだな特に何もねー。ではまたのお越しをお待ちしています。これで多分仲間が増えてきたらさ、この辺に仲間が座っとったりとかして、お、
すげえ、こんなセットも持っとん。持っとる？最初からここにあったんかな。多分この辺におる仲間とかと話せたりとかするってことやろ。キャンプで休んで HP と MP を回復。これはただってこと？朝まで。今暗いけんね。朝の方がきっと村の人とか起きてると思うんだ。朝なのこれ。夕方みたいな感じやけど。ここの人ってこと？この人。ちょ待って、降りる。こっちで休ませてくれないかな。こっちはあのおじさんが休むところかな。ちょ待って、乗りたい。ここ村じゃなくてただのキャンプ地やったってことか。なるほどね。なるほどね。あ、この、え、この子たち、え、消えたよ、消えたよ、え、消えたよ。ね、これこれこれ、なんかおるよね。え、確実におるよね、ほら。お、消える、消える。あ、消える。なぜ？どうして？どうやれば捕まえれるのこれ。え、捕まえれないの？超こっち見てたけど。え？え、あれよね、なんかオープニングとかに出てきとった子やろ、あれ。こっちの方とか別にモンスターがおるだけか。道なりに行った方がいいよね。迷いそうやけん。何これ、行動でもない、ただの通り道。おー、びっくりしたやん。びっくりしたやん。うん、あそこにも歩きよりよ、あの白いちっこいやつ。てかちょっと待ってね、四角ボタンで地図やったよね。デルカダール王国、こっちの方向。あの白いちっこいのはなんか捕まえるのに何かしらいるってことかな。道具みたいな。その辺にいっぱいいるんだな。おっと、びっくり。ひえひえ、へいへいへい。魔物の群れをやっつけた。あの白いちっこいなんか妖精みたいなやつ捕まえたいんやけど。でも妖精みたいって言ってもね、なんかオープニングでちょっと怪しげな感じやったけん、寝よるよ。モンスターたち寝よるよ。怪しげな感じやったけん敵なんかもしれんけれども、でも近づいたら消えるってことは。マンドラ、頭がスライムみたいやね。マンドラふわふわと漂っている。何、攻撃してこないの、攻撃してこないの。へいへい、今のところ敵は余裕な感じ。目覚めの花を手に入れた。目覚めの花、何、遠ざかっていくのみんな。へいへい、馬に乗ってたら先制攻撃ができないのね。え、避けたい。お、これこれこれ。これこれゾーン。なんか、ちょっとパワーアップする感じ。会心の一撃が出やすくなるんかな。この先まっすぐ行きよったら、着く？この道なりに進んで行きよったら大丈夫だろう。すげえ、なんかマンドラだらけやん。マンドラだらけやん。お、かわいい。おもんじゃかわいい。敵やけども。イエーイ、イエーイ。お、獣の皮を道具袋に入れた。やったね。お、なんだ。え、なんか普通に つっかえたんだけど。当たっただけじゃ戦闘にならないの。デルカダール城、もうちょっとってことかな。看板があるってこと。あ、これやん。これやん。え、もうお城のすぐそばまでモンスターがいるんだな。ね、あ、人がいるよ、人が。ちょ、とりあえず
兵士さん、旅のものか。ここまで来るのに大変だったと思うが、もう安心だぞ。この先はデルカダール王国だからな。王国に入ったら宿屋に泊まるなどし、旅の疲れを癒やすいだろう。ゆっくりしていくかよい。ありがとう。顔見えないけど優しいね。こういうところは、あ、なるほど、そこに馬を呼ぶやつがあるんやね。こういうなんか村とか城とか町の外には馬を呼ぶやつがちゃんとあるのね。ようこそ旅の者よ。ここはデルカダール王国だ。ふんふん、寝てないこの人。これより先はロトゼタシアで一番の広さを誇るデルカダール王国、ジョーカのにぎわいを存分に楽しんでいくのよい。起きてたわ起きてたわ、寝てるかと思った。これ自由に開けて入れるの？バトル演出切り替えの豆知識その2になってる。オートカメラバトルではコマンド選択のみを行う。おーすげえ、広いね広いね、迷子になりそうこの城下町で迷子になりそう。デルカダール城下町。ふう、忙しいな。ん？忙しいから話を聞いてくれないのか。なるほど、めっちゃ忙しいアピールされるわ。ここから下を見ると歩いている人が見えるの。たまに目と目があったりするとなんか嬉しくなっちゃうわね。ここから下見れるの？私も見えない。見えねえじゃねえか。人がいない。誰が見えてんのあの人ここはデルカダール王国、ロトゼタシアで一番の広さを誇る王国だ。ゆっくりしていくといい。そうそう、私の前方におじさんがいるだろ。あのおじさんのように白い吹き出しの人はそれ以上話はないみたいだよなるほど、そういうことなのね。ふんふん、それ以上話すことはないと。独り言をつぶやきうるだけなよ。お、この辺では見ない顔だな。なんだって？デルカダール王に用があってここに来ただって、ね、女の人まだ話しよるけど王様に会いたいんならお城に行くといい。この道をまっすぐ行き、階段を登ってさらにまっすぐ行くとお城があるぞ。夜の間王様がお休みになられるのでお城に入れなくなるからな。行くのであれば昼に行くといい。今ぐらいがいいってこと？この人はこれ以上話はないんやね。それでね、それでねって言ってるくせに行けないのかと思った。新しい町に着いたら新しい装備を。武器を変えたい冒険者はぜひ武器屋に。噴水近くの看板が目印です。違う、この人、この人話せないのか。武器屋の場所は地図が載ってるってことかね。え、一杯だけ飲もうかな。結構あれやね、独り言の人多いんやね。旅人さんかい？もしも休みたいんなら宿屋に行くといい。すぐそこの酒場の中にあるよ。あ、酒場の中に宿屋あるの？飲んですぐに休める感じっすね。何あれ、体が動いちゃえばね。キャッホーイ。この人たちの演奏上手、息がぴったりなんだ。楽しいな。聞いてる人はすげえ少ないけどもすげえ少ないけども、まあなんか楽しそうだからいいんじゃないかな。お、クエストあるよ。デルカダール王国の2人の英雄、グレイグ将軍と軍師ホメロスを一目見たくてはるばる観光に来たんだ。あ、オープニングの人たちかな。でもお城には入れてもらえなくてね。せめて2人について書かれた本でも読めればいいんだけどな。ねえ君、お礼はするからグレイグ将軍と軍師ホメロスのことが書かれた本を探すの手伝ってくれないかな。へいへい、ありがたい、手伝ってくれるんだね。2人の英雄について書かれた本はきっとこの町の本棚の中にあるはずだ。町の西側も調べたから東側を歩いて赤い本の入った本棚を探してみてくれ。赤い本？赤い本は読む価値のある本なんだそうだ。2人の英雄について書かれた本を見つけたらここに戻ってきてね。それじゃあよろしく頼む。クエスト、将軍と軍師、2人の英雄を引き受けました。町の東側、赤い本が入ってる本棚じゃないと読めないのか。だから村のやつは読めんかったってこと？読む価値のない本ばっかりやったんやね読む価値のない本ばっかりやったんやね。
あ、なんかドレス着てる人がおる。これめっちゃ金ピカやね、すげえ。どういう状態かよくわからんけど、何、首が2つあるの。これすげえよな。売ったら一生遊べるくらいの金が手に入りそうだぜ。なあ、知ってるか、この総統のわしはデルカダールの象徴、国旗にも書かれているんだぜ。ふん、てか見た目的に金持ちそうやのにそういうこと考えるんやね。入れる？お城の中入れます？あ、止められた。待て、止まれ。旅のものよ、一体何のようだ。お、ここはあれを。アイナは自分が勇者であり王に会いに来たことを話した。ふざけたことを言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。え、あれを見せればいいんじゃないの。さあ、とっとと帰れ、俺たちは忙しいんだ。お、見せるか見せるか。下の方の人たちは知らないとかないよね。何？その首飾りを王に見せたいと申すか。見せればわかる。わかった、待っておれ。てかもうさ、持ってってくれたら早いんじゃないかな。先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。お、急に態度が変わった。こういう人ら嫌よね。しょうがないかもしれんけれども。お、フィールドのあるキラキラ光る場所を見つけたらアイテムが手に入るので調べてみよう。デルカダール城。おー、でかい場所。これさっきと同じやつ？象徴って言ったもんね。デルカダール王がお待ちです。玉座の前はこちらの階段を上がり、まっすぐお進みください。ほうほう。とりあえずこの真ん中のところをずっと行けばいいってことかな。ここですか。お城の中もだいぶ広そう。もうお城やもんね。王がお待ちです。おお、あの両脇の二人のことやろ。え、違うんかな。その本に書かれとるとかいうの。直接会っちゃったけど、めっちゃ見られよる、めっちゃ見られよる。怖い。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。髪長かった、短いんかと思った。ユグノアの首飾りか。お、やっぱ王様はわかる。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。ま、昨日聞いたばっかりなんやけどね。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。あの不思議な力が。これで証明された。うん、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。おお、喜んでる。時に勇者よ、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれんか。お、やっぱりきっとこれからあの村が発展していくのね。アイナは医師の村で育ったことをデルカダール王に伝えた。なるほどな、医師という村か。ホメロス、シカと聞いたな。あ、ほら、さっき言った名前やんね。はい、シカと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは、もう村の存在すら知られていない。ホメロスよ、分かっているな。あとは任せたぞ。お、これで村長も喜ぶ。すげえかっこいいね。かっこいいね。こっちの人怖そう。まさか一人で乗り込んでくるとはな。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ勇者め。え、何、え、何、敵なの。え、歓迎されてなくない。
全く歓迎されてなくない？グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運であったな。よし、この者を捕らえよ。え、じゃあ村滅ぼされるんじゃね？大丈夫？大丈夫じゃないよね。どういう展開？そういう感じなの？こっちの方が悪い人なの？武器や防具などの装備品は町にある店や宝箱などから手に入る。壺とかも割っていかんとね。え、ここから脱出するっていうとこからですか？もしや誰か助けに来てくれる？わあ、もう超放り込まれるやん、扱い悪いわ。入れられる。生まれ変わりというだけで。医師の村か、お前の言ったことが真実か3日もすればわかるだろう。3日もすれば探索に出たホメルスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔の子よ、お前の命もそれまでと思うがいいだろう。ん？誰かおるけど。誰か寝転んでない？仲間になりそうな予感。囚われの勇者、使命を果たすためにデルカダール城に向かったが、王に捕らえられた勇者に贈られる称号。そんなものを贈られなくていいんすけど。とりあえずちょっと、おい、何してんだって言われた。落ち着きな、ジタバタしてもどうにもならんぜ。お、向かいの人ですか？びっくりした、怒られるんかと思った。何これ。何もできなさそうな。これは回せない。開かない。まあ開くわけないよな。開くわけないよな。やれやれ、想像しいな。うるさいやつが来たもんだ。泥棒か何かですか？牢屋に入れられたくらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。入れられ慣れているということか。ところでお前、何をやらかした？ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。何もしてねえわ、生まれてきただけ。ん？なんだって？自分は何もしてない？ただ勇者と名乗っただけだぞ。マジか。マジだ。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと？お、なんか来た。うるさいって。あ、ご飯？一応ご飯はくれるんやね。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。この人は何をしたの？う。だいぶ簡単な。それで鍵が取れるの？超弱いやん、あの人。そんな人、そんなね、極悪人がおるような最下層に生かしたらいかんくない？もっと屈強な人を、食事を持ってくる係にしないと。俺の前に勇者が現れるとはな。うん、一応知ってるの？わかるの？すべてはあの予言の通りだったってわけか。来な。おお、あ、こっちも開けてくれてたの。速攻で逃げれる、ありがとう。さっきのあの人は？ん？これ？え、もしや脱出するための穴が。いや、もうすでになんか誰か来たよ。ちょっと待ってろ。え、ってかその武器は？貴様は？その武器は一体どこに隠し持って？殺してはいない。
ただしばらく起きないだろうな。この先手ぶらで危険だからな。こいつを装備するんだ。ああそっか、全ての装備が剥ぎ取られているのね。なんてことだよ、せっかく揃えたのに。お、それからこれお前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったからついでに取り返しておいたぜ。ああよかった俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば100人力だぜ。さて他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけてくれ。準備というのは全てやっぱ剥ぎ取られてるから着直さないといけないということか。装備、装備してるじゃん。もうこれ以上何も装備するもんないやろ。いきまーす。そしてそこから出ると、あすげえ、なんかそこだけ土なの。なぜ周り石やのに。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。ああよかった、脱獄した後じゃなくてどうやらあの予言通り、俺はアユナ、お前を助ける運命にあるらしいな。もういつの間に名前を名乗った。今は詳しく話してる時間はね。さあお前から先に行きな。そしてそっちの名前は何なんだ、知らないんだけども。謎の青年が掘った穴のようだ。中へ入りますか。入ります。謎の青年、こっちは名乗ったのに。何、どこに繋がってんの。城の地下ってことこれ。おお、結構な高さあったけどフフ逃げ出しても速攻捕まりそうじゃない。水路か、どっかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。だって城下町うろつきよってももう顔バレとるしね。デルカダール地下水路、この辺もモンスターおったりとかするんかな。ん、この辺なんか部屋なの。入れないのか。おう破壊する。持ち上げれるかなって思ったけど蹴り飛ばしたわ。おい見つけたぞ、こっちだ。もう見つかったじゃねえか。背後見てるよちゃんと。クソ逃げるぞ。全然背後におらんやん、横に並んどるやん。何、待って、何、自分が先に逃げてるじゃない。どういうこと、何、どこどこ、こっち、怖いわー。こういう追いかけられるの嫌やわ。どっち、こっちでいいの。追っ手が来ないうちに謎の青年と合流した方が。待って、こっち見つかると厄介だ。松明を消して俺についてこい。そこに、もうすぐそこになんか人おることない。松明を消す、どうやって消すの。消えたの。あ、オッケーオッケー、はいてか普通に考えて今の見えとるよね。はいはい、ついていきますよ。なんか先に行くなら先に行くでいいんやけどさ。バレましたけど。戦闘に突入したんですけど、デルカダール兵たちが現れた。あ、この人も一応いるのね。あ、私ゾーンに入ってる。ゾーンに入ってるはいいんだけどさ。回復回復、アイテムアイテム。いやー超切られる。あ、やっつけれるんやね、ちゃんと。よかった。ちゃんとやっつけれるんやね。で、どこにいるの？こっちか。へいへい。すぐそこにも。バレない？
何どこにいるの、あそこにいるのねいやー怖い、スリルが。なんであの人はそんなささっと生きるんだ。慣れてるな、さっきの人と同じように同じように。さあ早くあっちへ行ってくれ。よし行けた、あの橋を渡るぞ。先に行って様子を見てくれ。私がなんでここだけ先に行かせる。お、なんだ近くで物音がしたな。いやーめっちゃ来たやん、めっちゃ来たやん。チッ、しつこいやつらだ。絶対絶命のピンチ。お、都合よく崩れ落ちる。あー急いで渡りきれ。おいおいマジか。お、あー待って、自分らも、しかもだいぶだいぶ高い。そんなに高さあった。どうなるの、どこに流されるの。お、どこかしらにたどり着いてるけど。おお、なんで偶然この二人だけ同じ場所に流れ着くの。え、城の兵士たちは別の場所に行ったの。無事か。おかげで兵士たちが振り切れたな。振り切れたというかね。一応そこに何、女神像、あれはこの先から出られるかもしれねえ。先へ進もうぜ。お、進んでいくけどそこの女神像が気になるんですがお、はてなはてなはてな。でもとりあえずオートセーブされてけんここでいいかな。どこかわからないっていう感じ。いやー暗いよね、松明もなくなったし松明もなくなったし。なにこれ。え、ここはどこなの、城の地下なの結局。まだ、うわ、いや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 待て、何かいるぞ。え、戦うの、もしや戦うの。味方じゃないよね味方じゃないよね。え、何ですか。逃げれないの、逃げれるの。あ、でもまだ戦闘突入ではなし、さげな。まともに戦って勝てる相手じゃない、さっさと逃げるぞ。え、これもこれもなんか手動で逃げる感じです。うわーめっちゃ追いかけてきよるやん。え、しかも二足歩行のやつそういう感じなの。くそ、逃げるぞ。手前に向かって動かす感じですか逃げにくいんだけど、めっちゃつっかえとるやんお、飛び降りろ。無理や、高っ高っ。飛び降りるさ、あれな、飛び降りるんかい。下は水、え、岩場ですけど。間一髪だったな、さすがにここまでは。え、来れるんじゃね余裕やん、余裕で飛び降りてきたやん。チッ、しつこいやつだ。てかこんだけ揺れよったらさ、なんか地上とか地震みたいなの起きてない、大丈夫。いやー早く逃げる、早くに、おスライムたちおるんやけど。なんかいやー、たくさんのものたちが逃げていく。待って、ちょっとあの謎の青年どこよ、謎の青年どこよ、いなくなったんですけど。いやー助けてー助けてー。一応回す、お、何今の、はぐれメタルじゃないの、ちょっとそんな場合じゃないかもしれんけど。え、なんかそれっぽくなかった、普通のスライムじゃなかったよね。はぐれじゃないわ、普通のメタルスライムや。いやー、え、何見つからない、
なんかこういうのってさ、恐竜映画とかでもよくあるけどさ、鼻はあんま効かないの、恐竜。言ったか。ふん、あぶねえあぶねえ。なんとか振り切ったな。血が出てなかったらそんなにわからんもんなんかな。しかし、なんだってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく先を急ごうぜ。勝ってるね、あの王様が。あの王様が何かしら、モンスターなんじゃないの。なんだ？なに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 、え、これなに、私らがおる方向じゃないよね。いやー、おる方向やん。いやー、見つからんけんって、もうなんか、ひー、すげー勢い。え、助かったの、大丈夫なの。おー。おー、よけれてる。助かったか。やれやれ、こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。うわ、おるし。見つけたぞ、悪魔の子だ。もう次から次へと。さっき落ちてった人たちじゃない？おいおい、マジかよ。逃げるぞ、勇士様。なんなの、いつまで逃げればいいの？いろんなものから。お、出口？おー、外ですか？やられたな。何が、おー、追い詰められるんじゃないかい。いたぞ、この先だ。くそ、もう追っ手が。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったらお前も俺も長くは生きられねえ。滝に飛び込むんだ。そしたら助かるかもしれない。行くぞ、エナ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。なになになに。おい、貴様ら、何をするつもりだ。お、そっちに飛び込むの。おお、主人公面のこのお方。俺の名前は神、覚えておいてくれよな。死亡フラグみたいなの立ったけど大丈夫。いやー、絶対助からんやろ。助かるの、あれ。下普通に地面じゃない？都合よく鬱蒼とした森やったりとかするかな。ん？これは？オープニングですか？オープニングで見たのと一緒？ぽいよね。ここに繋がってるの？あの飛び降りからの？ここから物語が始まるって感じ。え、これでまたなんかあれじゃない。またしてもなんかどこかしらの村にたどり着く的な。え、またそこからの出発？またそこからの出発ですか？いいね。いいね。さっそうとあの村から旅立ったけど、あ、これやんね。神。で、これからこういう人たちと出会っていくと。にぎやかな旅になりそう。にぎやかな旅になりそう。あれ、デルカダール城よね。まさか悪の方やと思わんかったんやけど。あ、でもそっか、この辺戦いよるね。そっか、あれ一緒に戦いよると思いよったんやけど、敵対しとったってことか。超戦ってるわ。超戦ってるわ、オープニングで。もう何、もう何、城下町に戻れないの。戻れないんすか。武器とか何も揃えてないですけど。だって絶対さ、あれじゃない、手配書みたいな、手配書みたいな、なんか貼られるよね、お尋ね者みたいな。先にいろいろ回っといた方が良かったんかな。先にいろいろ回っといた方が良かったんかな。まっすぐ城に来たけんね。
ちょっともうあのさ、クエストを受けたあのお兄さんにあの二人悪い人でしたよって言いたいんだけど。へい、冒険の初日記録。どこからの出発になるんやろ。時間帯によって街やフィールドの様子が変化したり、特定の時間帯へ天候で出現するモンスターも。キロ、あゆな。お、まさかの同じ場所にいるの。おい、起きろよ、あゆな。多分あの人やろ。神。教会じゃないね。すげえピンピンしとる。不死身。よ、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前あれからずっと気を失ったんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその賭けには勝ったらしい。ったく、何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。無傷すげえな。じゃあ疲れて寝よっただけってこと？さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。やっぱり。のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。やっぱ教会であったんよね。追われる勇者。デルカダールの地下牢獄から神と共に脱獄し、城の外に逃げられた勇者に贈られる称号。誰が送ってんだ、その称号を。クソ、あのお兄さんのクエストもできねえじゃねえか。クソ、割れねえ。この辺割れる。ちょ、助けてくれた恩はあるけれど、矢探しはきちんとする。矢探しはきちんとする。あ、この人、若い人を想像しとった。ごめんね、おばあちゃん。あら、旅の方、お連れん方のお体はよろしいのかしら。あ、もうバッチリさ。あんたのおかげで助かったぜ。よかった、それは何よりです。ですがお気をつけて。先ほど不穏な話を耳にしました。何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走しこの辺りをうろついているそうです。一体どんな恐ろしい人物なのか。目の前にいるよ、おばあちゃん。反応に困るよね。そいつは大変だな。それでその町の様子はどうなっているんだ。町はなんとも諸々しい雰囲気です。逃走中の二人の囚人を追って兵士の方々が懸命に探されています。それにあの大英雄グレイグ将軍までもが囚人が来た医師という村への道を封鎖しに自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。もう何。あら、ごめんなさい、不安にさせてしまったわね。大丈夫、きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまではこの教会を得ると思ってお好きに使ってくださいな。ありがとう。ああ、そうだな、すまないが少し世話になるぜ。これからどうするんだい、神。あいな、外の風でも当たりながらこれからのこと少し話さないか。デルカダールの丘、導きの教会。方しか部屋はないんやね。どのあたりなん、ここは。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。お前はそこの出身なのか。村のこと気になるだろうが早まるなよ。今来た道を戻ったところでグレイグの野郎に捕まるだけだ。奴に見つからず医師の村に行くには別の裏道を使うしかない。俺ならその道を知っている。なんだったら案内してやってもいいぜ。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな、そいつを取り戻しておきたいんだ。行くの、城下町行くの。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろう。再び戻されない、大丈夫。よし、決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。何、適当なものって、メガネとか。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士様が待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れないだろ。フードですか。でもさっきのカミューの格好がそんな感じじゃなかった。怪しすぎやろ。へっ、お尋ね者らしくなって箔がついたじゃないか。
それじゃあ北に向かって町に戻るぞ。だって牢におる間にずっとね、神こんな感じの格好やってやん。絶対おいって呼び止められるよね。どうやら予言によると俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇士様。神が仲間に加わった。おお、いいね、心強いね。ポーズ決めてくれとる。じゃあこれでキャンプをしても神がその辺に座ってることになるのね。いや、花も欲しいわ。可愛い女の子とか。連携は2人以上で同時に行う強力な技です。状況を満たす仲間がゾーン状態になると使えます。2人がゾーンになると使える連携があるようなので、チャンスがあったら狙ってみましょう。連携は仲間に自動で使わせることもできます。詳しくは作戦の旅の心得を見てください。おお、連携いいね、いいね。そういうのもあるの。なんか人がクエスト、連携技か。お前と一緒にいる青い髪の男は神っていいんだな。お前たちはいいパートナーになりそうだ。お前と神なら2人で協力しないと使えない技。そう、連携技も繰り出せるだろうな。連携技ってのは特技と特技が組み合わさることで発動する強力な技だ。覚えておいて損はしないぜ。そうだな、お前と神の2人でシャドウアタックが使えそうだ。試しにそれで魔物を倒してみな。それでお前にもわかるぜ、共闘の素晴らしさってもんが。戦いの経験を積むついでにやってみるか。ほう、シャドウアタック。ふっ、ええ、いい返事じゃねえか。ちょっと要注意だが、シャドウアタックはお互いがゾーン状態でないと使えないぜ。戦闘中魔物から攻撃を受けたりすると集中力が研ぎ澄まされた状態になることが時がある。それがゾーン状態だ。さて、もうこれ以上言うことはねえ。連携技シャドウアタックを使って魔物を倒したら俺のところに戻ってきな。クエスト、共闘の勧めを聞き受けました。共闘はいいもんだ。そしてあなたに仲間はいるのかい。あなたに仲間はいるのかい。ここはどこなの。城はどこなの。あっこか、あっこから落ちてきたのね、私。超下の方やん。ナップ川並つりん、デルカダール城下町、仮想。この辺のモンスターでシャドウアタック出るかな。へい。後ろから頭を切りつける。できるならさ、ちょっと人数いっぱい出てきてくれたら助かるんやけど。ほら、私はもうゾーン状態よ。神ゾーン状態になりなよ。やっつけたわ。やっつけたわ。てか何、お揃い。お揃いなの。こっち振り向いたけど、振り向いたけれども。お、リリパッドとの組み合わせ。さあ、神に攻撃するといいよ。こっちじゃなくって、ああもう会心の一撃とか出ちゃったじゃないか。会心の一撃とか出ちゃったじゃないか。あれやね、なんか結構強い、もうちょっと強い敵じゃなかったらできそうにないかな。あれってか、馬を呼ぶ金はなかったのか。なかったよね、なんかここに来るまでに。まあとりあえず近いやろうけん、これで行くか。城下町の外にはあるだろう。ん、今なんかキラ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 光よる。お、すげえ、落とせるのね。体当たり、レッドベリーを手に入れた。風切りの羽を手に入れた。やったねー。やったねー。クソ、追いかけてきやがって。追いかけてくるなら私たちの連携の力になってくれるんだろうね。ああ、ゾーンの効果切れたじゃん、こっちも。待って、今ですか。ちょ、タイミング。私のゾーン切れたわ。私のゾーン切れたわ。入れ替わりかよ。何、君も追いかけてくるの。君も追いかけてくるの。ちょ、これほれ、私に攻撃しといで。
せで攻撃しといてよ。へいへい。違うから、守備力上げるとかじゃないから。お、でも結構耐えるじゃん。あ、吹き飛んだあ、吹き飛んだ。あ、ゾーン状態になったよ、なったよ。連携モモンジャなんかにモモンジャなんかに。これでシャドウアタックがどうよ、いい感じごめんね、弱いのに。魔物の群れをやっつけた。イエーイ。お、宝箱。ふさふさの毛皮を道具袋に入れた。ふさふさの毛皮。お、シャドウアタックを使って魔物を倒した。デルカダールの丘の導きの教会にいる戦士に報告しよう。戻ります。いや、結構な距離あるんだな。あれじゃないあれじゃない、城下町でのことを済ませたらとりあえずまたこっちに戻ってくるでしょう。ほら、なんかなんとか密林とかあったし、あっちの方に進むんじゃないかなと思うけん、とりあえずこっちの用事先に済ませよ。え、ここ通ってったら着く？着くの？よくわかんないけど。オプションボタンを押すと自分が向いている方へ自動で走り続けることができる。おう、オートランね。目的地までの移動距離が長い時にちょっと便利。お、着いたじゃないか。へえ、あんなところから来れるんやね。この辺まではまだ追っては来てないの？あ、これがあれ？さっきなんか上からお姉さんが眺め寄って人が見えるとか言ったやつ。上の城下町とは違う雰囲気で驚いたろ。ならず者たちが暮らす吐きだめ。ここもまたデルカダールの一つの顔さ。1年前、俺は相棒のディクと協力し、古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。まあ下手を打って捕まりはしたが、あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたのさ。あ、でそれを取りに来たと。で、その相棒はどこにいるの？まっすぐ進んだ先に城下町のゴミを集めたでっかいゴミ巣場がある。その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。奴ら自分たちが出すゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。さあ、さっさと回収しに行こう。ゴミ巣場はこの奥だ。どれぐらいの期間捕まっとったんか知らんけど、そんなにゴミ集められないもんなのねえ、ここはデルカダール城下町の仮想豊かさに見捨てられた町さ。あんた、ここの住民ではないようだが、こんな場所に一体何しに来たんだ？特に用がないなら長居はしない方がいいぞ。ん？ゴミ捨て場に用があるのか？それなら仮想の真ん中あたりにあるが、食えそうなものは残ってないと思うぞ。それはみんながゴミ捨て場で漁ってるからということですか？漁ってるからということですか？てか、こういうとこならさ、なんかね、探しに来そうなもんやけど。よー、あんちゃん、武器の備えは万全かい？どこで何が起きるかわからねえからな。用心しておくに越したことはねえぜ。いらっしゃい、ここは武器屋だよ。さあさあ、とりあえずアップはするよね。神がどんな感じなの？あ、神の方が強いのね強いのね。ブーメラン、剣、ブーメランも剣もどっちも使えるの。31、32、27、これが一番パワーアップする。32、こっちの方がいいんやね、アユナは。アユナは。とりあえず自分のパワーアップしとこうかな。私が持ちます。おいし。ひえ、もう5ゴールドしかない。しかし、あの教会に戻ればとりあえずタダで泊まらせてくれるんやろ。タダで泊まらせてくれ。お、これ？これですか？ゴミ捨て場。着いたぜ、ここだ。すぐにオーブを回収するから、お前は邪魔が入らないよう見張っててくれ。なんかもっとゴミがあるのを想像してたんですけども。間違いない、確かこの辺りに。おお、ない。バカな、なんでないんだ。この場所を知ってるのは俺とあとはあいつくらいしか。まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやったの、しやがったのか。クソ、デクの野郎、見つけ出して締め上げてやる。あ、そいつは捕まらなかったの？
人だけ捕まったのね。お前にもあいつを探すの手伝ってもらうぜ。デックの足取りを追うんだ。この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だからすぐに分かるはずだ。まずはそこへ行くぞ。え、まだこの町にいるの？そういうのって取ったら出ていかない？出ていかない、何バカなの。とりあえず向かいますけども、あ、こういうところにもやっぱちっちゃい子はいるのね。え、でどうやって上がっていくのこれ。上がれるの？あ、ここから入れるのね。酒場？誰もいねえ。懐かしいな。全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊だった頃、随分と世話になっていた下宿なんだ。おい、おかみ。おかみはいないか？俺だ、神だ。聞きたいことがある。ん？誰もいない。おかみは留守か。弱ったな。あの人ならデクの居場所がわかると思ったんだが。まあ、焦ったところで仕方がないか。まずはおかみを探し出して、デクの居場所を聞き出そう。アイナは町の東側にある日の宮蔵からおかみを探してくれ。おかみは見ればすぐにわかるぜ。この辺でただ一人の赤髪だからな。俺は別の場所を探すとするぜ。赤髪、ちょっと待ってね。この辺割れねえ。とりあえず樽を見たら割ろうとする。くそ、ないじゃねえか。え、で何、どれって、あれに上がって、ん、あれだった。あれだったかしら。とりあえずその日の宮蔵にどうやって登ればいい。あ、はしごが上がっとるね。どうやって下からくぐっていくのこれ。ほっ、はっ、あっち側から普通に入れるやん。何してんの私。今なんかおじさんが地面に寝転がってんのか。あれは、よし、これで日の宮蔵から兵士とかもおるやん。兵士とかもおるけど、お尋ね者の顔は知らされてないの。なんか追い払われよるおばあちゃんかわいそう。お、何、賄賂、賄賂なの。そういうものを渡したら入っていいのね。お、なになに。セクシーなお姉さん。あそこ通っていくわけじゃないんや。あ、離れたよ、離れたよ。いや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 、ついていくなし。え、なに、この兵士の観察。この兵士の観察なの、日の宮蔵から。あ、この人おかみ。え、細い人を想像してた。さっきからなんかことごとく想像と違うぞ。シスターもそうやったけど。とりあえず降りて、え、もう何、あの下宿に戻っていった。まったく、おかみはどこに行ったんだ。お前の方はどうだった。いたよ、いたよ。おう、ふくよかな赤髪のおばちゃんが下宿の方に向かったんだな。なら話は早い。早速おかみに会いに行くぞ。それも下宿で待っとけばよかったんじゃない。結局下宿に戻っていったんやろおばちゃん。ねえ、別にそんな焦って日の宮蔵から見渡さなくても。お、いるいる。ようおかみ、久しぶりだな。いらっしゃいまし、今日はお泊まりかし。あ、あんたまさか神ちゃんかい。城の連中に捕まったんじゃないのかい。ひょっとして城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは。どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わらず危なっかしい子だよ。そう言うなよ、あんたに迷惑はかけないさ。
デクの色を探してるんだ。どこにいるか知らないか。オヤンは懐かしい名前だことけど、最近この辺りじゃ見かけないね。なんでも城下町のお城の近くで店を始めて随分と忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構なことさ。おいおい、店を始めるったってあいつそんな金持ってなかっただろう。しかも城の近くといえば一等じゃねえか。売り払ったね。いや待てよ、まさかオーブを。おっと、他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上知りたければ自分で聞いてみるんだね。そうだな、礼を言うぜおかみ。行こうぜアイナ。じゃ結局上に行かなきゃいけないのか。危険だぞ。デクが城下町で店をやってるだと。あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。締め上げてオーブの余計を吐かせてやる。大変だな。さっきのお姉さんがひょこひょこ生きる間にそこを通ればよかったんだ。城下町はあの門を越えて先だ。邪魔な門番には金を握らせるか。だが旅立ち前に余計な出費は避けたいな。まあ私さっき武器買っちゃったから5ゴールドしかないしね。そういえばあの門番、犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下町、城の近くのデクの店だ。ほうほう、誰かに犬を借りて。さっきの犬はどこ行ったの。やけにちっちゃいおじちゃんやね。あいつにあんな弱点があったとはな。よくあれで門番が務まるもんだぜ。あの門番の話しよう。超楽しそうやね、なんかめっちゃ楽しそうやね。その辺に犬いたりとかします。てかあのお姉さんをお借りしてもいいんやけど。犬誰が犬を飼ってんの、どこにいるの。いなくね。あっちの門番の方向かな。ここ教会ね。入り口入ってすぐに教会ね。ん、いないよね、いないよね。こっちの方向、あの外に置いてる樽は、あ、これは武器とかが突っ込まれてるから割れないか。割れないか。さっきから昼間からなんかね、飲んだくれてるあのおじさんも微妙に気になるけど。この子飼ってたりとかしない？お友達のジェットとかクレーンもしてるんだけど全然見つからないの。はしごを登った先の通路にいるのかな。私が高いところ苦手だって知ってるくせに。ずるい。男の子かい。びっくりした、一瞬犬小屋かと思った。丸太が積まれてるだけか。丸太が積まれてるだけか。あ、これじゃん。さすがドラコだわ。あの門番の当てっぷりときたら。何見てんのよ。用がないならさっさと消えてくれない。は、うちの犬を貸してほしい。冗談も休み休み言ってよ。この子は与えと同じ生まれついての一匹狼なの。誰にも懐きはしないのよ。あ、でもそうね、レッドベリーと清水をくれたら考えてあげてもいいけど。何よ、なんか文句ある。ちなみにレッドベリーは木を揺らすと落ちてくることがあるらしいわ。清水とか持ってた。揺らすとレッドベリーが落ちてくる木は仮想を出て足場を降りた先にあるの。怪しい木を見つけたら調べてみなさいよ。清水はさすがにわかると思うけど、道具屋で売ってたはずよ。あと一応言っとくけど、片方だけ用意しても無駄よ。両方持ってこなきゃ相手にしないからね。超仁王立ちしとるやん。清水持ってなかった。持ってねえ。クソ、5ゴールドしかないというのに。道具屋はどこですか。道具屋こっちの方向にいっぱいお店あったよね。そっちの方でいいの。なんかあの辺で確か女の人が、あれやね、あれやね、道具屋。へいへい、いらっしゃい。ギホギホ、どれも見てくらいいまいちですが質は悪くないはずですよ。ギホ、大丈夫。大丈夫な。てかいくらするの。
20ゴールドってことは、どれを売ればいいかな。あれ、私お鍋の蓋装備してなくない？夢見の花って何？あ、敵ってよ、眠らせる。目覚めの花、眠りを覚ます。とりあえず夢見の花売ろう。何本いるんやったっけ？20って言った。あ、エマのお守りとかずっと持っとんやね。よし、これで1個。ふ、あ、間違えた間違えた。1個1個。ふ、ここであれやね、あのお兄さんからのお礼が役に立ったね。ありがとう。てか自分なんかすげえすげえ体調悪そうやけど大丈夫なん？なんか自分が薬草だの清水だの使った方がいいんじゃないの？ねえ、ゲホゲホ。マスクをしようか、マスクを風邪ではないかもしれんけど。これで揃ったやろ。レッドベリー1個でいいんやろ。一応2個あるけど。へいへい。見ず知らずの旅人なんかにうちの犬は貸せないわ。あ、でもそうね、レッドベリーと清水をくれたら考えてあげてもいいけど。渡します。あ、それはまさか本当に持ってくるなんて。ほらドラコ、あんたの大好物のレッドベリーよ。半分こしましょう。こいつが食べるの。くーん美味しいねドラコ。あとはこの清水を振る舞いてっと。これでよし。あんたすぐ町の外に出て魔物に怪我させられて帰ってくるからね。これで安心してご飯を探しに行けるよ。いい子じゃないか。何よ、なんか文句ある？まあ約束だし、ドラコは貸してあげるけど、くれぐれも丁重に扱ってよね。ほらドラコ、この兄ちゃんと遊んであげなさい。意外と優しい女の子じゃないの。さあおいでドラコとやら。これで追い払えるか。止まれ。こっから先はデルカダラ王国の民が住まう町。怪しいものを通すわけにはいかん。え、もう思いっきり顔出してるじゃん思いっきり顔出してるじゃん。ひょい、勘弁してくれ。犬だけは。お、逃げてった。弱くねおい、やいな、やったな。今のうちだ。城下町の城の近くにあるレクの店へ行こうぜ。ゴーゴー。冒険の途中何をするかわからなくなったら吹き出しの色がピンクの人に話しかけてみよう。ピンクの人、青い人、青い人は何、普通の人かで、紫の人がクエストやったような気がする。デルカダール城下町。あ、もう夜なのね。で、白、お、これは割れる。漬物石を手に入れた。いるそれいるのそれ。城の近くの、あ、ピンクの人。え、どこ？上？なんか兵士めっちゃうろつきよりやん兵士めっちゃうろつきよりやん。あれに見つかったらあかんとかそういうことある？お、ピンクの人。ん？城下町のデクの店を探してる？ああ、お金持ちの住むエリアにその名前の人の屋敷があった気がするな。ついでにいいことを教えてやろう。この家の屋上からロープを伝っていけばそのお金持ちの住むエリアに行けるんだぜ。ちなみに屋上へジャンプを使わないと取り付けないぞ。ジャンプするには X ボタンを、 X じゃない、バスボタンを押すんだ。覚えておけよな。ありがとう、めっちゃありがたい。何、どこって？どこから上がっていけるのこれ。普通にこの辺から上がればいいってことかな。ああ、落ちた。上がれない落ち着いていこう。はっ、これね。よし、これで私もお金持ちエリアへ。
どこお金持ちエリア、これこっちですか。はあ、あー落ちた、落ちた落ちた、下手くそか。これで行く方向間違っとったらあれやけどいやでもなんか綺麗な感じするけん、きっとあっちなんだろう。はいはい、何こんなところで、こんなところで詰まるんすか。本当に飛んでいけるんだろうねこれ。はあ、いけんくね、いけるのこれね。普通に行った方が早いんじゃないかなとかいうことはない。飛ぶ方向が違う、違うんですか。あっちの方向、他に飛べそうなとことか別にないよね。こっちお金持ちエリアじゃないやろうし、ですよね、こっちですよね。ここから伝っていけないか。普通にあっこ、普通にあっこの階段から上がっていけばいいんじゃね普通にあっこの階段から上がっていけばいいんじゃね。ほらもうあっちから行こうや。え、いける、この上、この上から近道で時間がかかるっていう。ちょ待って、上がれない、こっちからじゃないと上がれんとかいうことがある。へい、あ、そうか、自分で自分で動かさんと。へいへい、やっぱここから行けるんかな。あ、行ける、すげえ、見てこれ、サーカスに入れることないここお金持ちエリア、ここがそうなの、そうなんでしょうか、わからねえけどわからねえけど、通らないで済むようなルートを使って、あ、ここ降りちゃいけなかったってことか、ここ降りちゃいけなかったってことか。なんてことだよ、これ何、どこ、これはどこですか。あ、あれでなんかさっきちょっと下になってた部分に行けばいいんかな。ここやっけ。結局さ、なんかここと同じように落ちたりとかしない結局さっきここでジャンプした時みたいに落ちたりしない。へいへいへい、下になっとるけんいけるんかな。よし、行きます。いけない、私ここの地下から来たんやったっけ。さっきのバツボタンを押しっぱなしになっとったけんいかんのかな。もう一回きっちりバツボタンを押せばいけるかもしれない。え、あれをね、こっちから飛ぼうとした時って多分さ、ちょっと上に、ちょ待って、見えね、ちょっと上になっとったよね、やけんいけんかった。やべえ、私こういう操作が苦手なんだよね。ちょ
ひい。ここで落ちることはないよね。ここで落ちることはないよね。あ、待って、こっち、こっちロープ張られとる。これか。ジャンプをしていこうとするなってことか。これで、これでお金持ちエリア。ふう、来れた来れた。で、どこなの。脱獄囚は城下町の外に向かったという噂もあるが、万が一ということもあるからの。あんたもフラフラしないで気をつけた方がいいぞい。はあ、その脱獄囚の一人が私なんですが、あの兵士に見つかっちゃいかんのよね。あの兵士に見つかっちゃ多分いかんのよね。こうやっぱ上の方に降りるのはちょっと毛並みが良さげな。で、そのデクの店とやら、なんか兵士いっぱい歩きよるよ。兵士いっぱい歩きよるけど大丈夫。この辺りはわしのようなお金持ちしか住むことが許される場所なんじゃ。だから住み心地は抜群じゃわい。性格が悪そう。性格が悪そう。あれはもう城よね。そうなんだよ、あれはもう城なんだ。ってことはこの辺、この辺でも店のマークなんもない。ここは入れんとこかな。なんか地図上でマークがついてない。これは店なの、家なの。やたらと騒がしいみたいだけど、何か大変なことでもあったのかしら。そう、大変なことがあったのよ。店ではないっぽい感じがするな。あの紫の印？おいおい、兵士様に見つかったらここまで来た努力が水の泡だぞ。さっさとデクの店に向かおうぜ。そのデク、あ、これか。これ？なんか看板あるね。これということかな？どんなやつやろ、デクって。これ？いや、思ってたのと違う。スリムなの想像してた。基本的にスリムなのばっかりやね。へえ、なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一浪に品物よ。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。あ、兄貴。え、しかもし兄貴って呼ばれよりやん。久しぶりだな、デク。お、兄貴、神の兄貴、お化けじゃない、本物の兄貴だ。無事でよかった、ずっと心配してたんだよ。おい、ひっつくな、離れろ、むさ苦しい。お、なんだなんだ、裏切りって感じじゃないけど。たく、調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを打ったくらいで始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ、兄貴のことは一日だって忘れることなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。は？俺を助けるため？なんだそりゃ。大体元盗賊がやってるにしては随分立派な店じゃないか。私盗みの才能はいまいちだったけど、商売の才能はあったみたいよ。何その喋り方、おかまなの。兄貴が捕まってなんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんなひどいことされるか。だから私、オーブを拾ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。それでもらった賞金で商売を始めたのよ。商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて、兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したなってわけ。牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に監視が緩くて気になっちゃいたが。でしょでしょ、きっと私の渡したワイルが牢の兵士たちにも聞いていたんだよ。全然悪気な詐欺やね。でもオーブはなくなってしまったんやね。はあ、分かって、疑って悪かった。礼を言うぜ相棒。兄貴、分かってくれて嬉しいよ。けどな、これでオーブは行方知れずか。王様のとこにあるんじゃないの。うふふ、それなら大丈夫、安心しちゃってよ兄貴。ちょっと店の外までついてきて。めっちゃなんかルンルンやね。お、
一緒に出ていくんじゃないのか。何何どこ、どうしたんだよデク、何に安心しろって言うんだ。私国にオーブを返した後も人を使ってオーブの行方ずっと追ってたのよ。兄貴が大事にしてたのを知ってたからね。オーブはグレイグ将軍が南のデルカダル神殿に移して厳重に守ってるらしいよ。デルカダル神殿だって、じゃあそこに取りに行けと。確かデルカダル神殿はここから南東、アイルの住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダル神殿に向かうとするか。デク、お前も一緒に来るか。いや商売残念だけど行けないよ。商売始めた後私嫁さんもらって、それに店のこともほっとけないよ。何幸せ幸せか。そういやお前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを大事にしろよな。それじゃあ足がつかないうちに出発するか。デク、世話になったな、達者で暮らせよ。まあなんかいい結果でよかったね。兄貴も元気でね。あと連れの人も、私の分も兄貴のことよろしく。もちろん。こっちの姿見えてないんかと思ったわ南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃワイルを逃げらせてってのも難しいだろう。仕方ない、遠回りになるが、デルカダールの丘の南のルーム地を抜けてデルカダール神殿へ向かうか。デルカダールの丘はさっきのとこよね。ついでに石の村にも寄っていこう。というわけで一度仮装に戻るぞ。兄貴、あっちから行くっていうならくれぐれも気をつけてよ。あの先に広がるナプガーナ密林は迷い込んだら二度と出られない危険なジャングルって話なんだよ。そこを通っていくのか。噂に聞く秘境ナプガーナ密林か。だが道はそれしかないんだ。上等だ、やってやるさ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃ、とりあえず、あれをね、クエスト終了の報告をしてから、ナプガーナ密林の方へ突入していこうかな。